おはよう。おはようさん。寒いな、今日。畜生。こないだが異様にあったかかったんだよな。なおさらだな。だからよ、下手によ、なんかあったかい日とかよ、いらねえな。逆になんか、キロッとよ、気温が下がったら寒くてしょうがねえし、じゃあ無駄にあったかくならなくていいかな、みたいな。うん。どんぐりみたいな帽子？うん。帽子じゃない、B2 って言うんだよ。うん。ててそういや、クジラどうなった？死んだか？けど、ああ、よし、よし。年取ったよ、そりゃ。うん。俺が年取るってことは自分もだからね。俺だけが老けるわけじゃないから。うん。老化細胞は誰にもあるからね。うん。だからヤマトタケルな。だから俺考えたんだよ。要するに、マグロとかはよく言うじゃん。マグロはさ、泳がなくなったら死ぬって。だあのクジラは泳いでねえから、多分クジラは泳がないと死ぬんじゃねえかなと俺考えてんだよ。ところよ、マグロはなあ、泳がせないと死ぬって言われてんだろ。知らない。優雅な話はいらない。俺大っ嫌いだから。薬物なんか手出すやつは俺は嫌いだから。うん。一切いらないから、そういう話は。うん。多分二度と俺が絡むことはないと思います。はい。クジラは哺乳類なので話が違いますよ。なんか別に良くないよ。うん。だって仲良くする必要ないじゃん。なんか得になることある？ねえべ。そんなやつと。だいたい薬やってるやつって嘘つきだから。うん。やだやだ。はい、結構です。役立たず。うん。同じ服着てるよ。パジャマだもん。なんか問題ある？なあ。俺の声？そっかい？変わった声してるなとは思うけどよ。病気？
ああ、その脳が覚えるって言うよな。まあ、そういうこと言うとよ、たけるちゃんよ、酒もタバコも覚えるんだよな。と思うよ。だから欲しがっちゃうんだと思うんだ。だから、同じような感じなんだよ。じゃねえの。シャブはいかないんですか。だから捕まるだろ。タバコと酒は捕まんねえだろっつうの。なあ。いやだから俺今言ったろ。タバコと酒は捕まんねえだろっつってんの。な。来年の増税どう思いますか？来年の増税どこの話じゃねえだろうよ。なあ。大体よ、軍備の増税、GDP の1%までって言ってたのが、なんでいきなり2%に上げてんだよ。もう早、もうめちゃくちゃだろ。まあ、タバコはもうやりやすそう。酒、タバコはやりす、安いからな。脳が動いたら無理みたい。ああ、そうだよな。だからほら、たけるちゃんよ、こう、腕にさ、ほら、ニコチン、皮膚から吸収させるパッチみてえな禁煙のあれあるじゃん。あれで覚えさせるからやめれるようになっていくんじゃねえの？いや、いくらになるのかね。いっぱい。俺一箱で買うってことはねえから、一体今自分の吸ってるタバコはいくらかはわかんねえけど。俺大体今アメリカンスピリットを5箱で買うから。だから一箱いくらすんのかな、気にしたこともねえし。まあ、新年明けていい話もニュースも何にもねえな。ワンカートンでは買わないよ。それやると、ケンゾーちゃんね、ずっと家から出なくなるんだよ。わかる？これ。言ってる意味は分かってもらえると思うよ。だろ？だから、毎回、だから、少なめで買うの。で、なくなったら、必ず酒とタバコは買いに出るっていうように、そのローテーション組んでんだよ、自分の中で。そうそう、一応それは考えてやってるよ、俺は。いや、そりゃたくさん買い込んで置いときゃ楽っちゃ楽だよ。
イーチコもだよね。そう、だからイーチコも毎回1本買ってくるんだよ。うん。そういうこと。うん。淡麗も3巻買ってくるだけって俺言ってたじゃん。うん。極力1日のローテーションの自分の中で消費できるものしか買わない。うん。じゃねえとよ、もう引きこもりになってよ、外出なくなるからよ。うん。ダメ人間になるらんめ。あ、俺二日酔いねえんだよ、健三ちゃん。だから坊ちゃんに聞いてみ。俺が二日酔いになった姿は多分見たことないと思うよ、あの人。真っ昼間から飲んでても。うん。だから、違うよ。これね、二日酔いにならないんじゃなくて、常に飲んでるからならねえんだよ。悪酔いはあるよね。それはリスナーが俺になんか絡んでだるがらみしてくるとカチンってなった時だけだよ。なんかうるせえなこの野郎とか、そういう時だけだよ。うん。それがなきゃ俺普通に配信やってるよ。うん、怒ることはねえ。いやー、でもタケルちゃんな、量にはよると思うよ。うん。そこは俺なんとも言えねえな。まあ少なくとも俺はイチコでとか二階堂ではなったことはほとんどないな。うん。俺が弱いのは、あの、日本酒がやや弱いかな。うん。あ、もう、あれね、野菜ジュースで割るのは、あれダメ。腹下る。うん。マジで。飲みすぎだぜ。だってよ、野菜一日これ一本でいいのに、それを5本ぐらい飲んでるんだぜ。飲みすぎだろ、おめえ。植物繊維取りすぎだろ。そら腹下るだよ、おめえ。早く焼き豚センター連れてってや。行ってこいよ。うん。パンダになりたいな。人気者に。あ、パンダはな、嫌だな。うん。牛乳で割るのはダメ。いやー。いや、俺牛乳飲まねえもん、基本的には。うん。山木は、2回行ったことあるかな。うん。玉での脇入ってったとこだろ？うん。いや、俺食わないよ。もうだって鉄板見た瞬間に、この焦げ食わされんのかと思って、いらねえって思って。いや、だから食ってねえけど、わかんねえよ。うん。せんべろ動画見る。見ねえなあ。うん。ブッシュマンは何が言いたいのかな？香川さんなの？
俺んとこはいらないよ。ブロック入れとくな。うん。そうだよ。年中よ、傍若によ、ブラック解除してくる、泣きがばっか言いやがってよ、てめえよ。てんじゃねえぞ、こら。てめえよ。年中よ、傍若によ、ブラック解除してくる、おい。調子こいてんじゃねえぞ、この野郎。てめえよ。クソがよ。あ？見たかったら素直にしてるよ。バカがよ。調子こいてんじゃねえぞ、お前。こら、この野郎。舐めてんのかよ、お前よ。死にかけのパンダだよ。もう、まだ死んでねえから。一応な。まだ大丈夫です。はい。某の、ノスフェの帽子、あれ、お前がプレゼントしたのか。いや、某ちゃん、ノスフェの帽子は被ってねえぞ。あの、茶色いやつか。あれ、俺じゃないよ。うん。うん。あれは俺じゃないよ。うん。俺は、ああいう茶色は基本選ばないから。うん。だから、俺がよくノスペ結構買ったりしてるからか、勘違いしたのかな。俺、アグの、あの、帽子は買ったけど、どうも、坊ちゃんあんまりお気に召さないみたいで、ほとんど被らねえな。うん。ケンドウさんありがとう。よし。クラッカーありがとう。豊島園。そうだよな。豊島園もハリーポッターかなんかのあれになるんだろ。跡地が。じゃなかったっけ？なあ。今日風呂入ったか、娘は一日一回入るぞ。あ、なんかソープランドで働いてるっていう噂がなんか掲示板に上がってたな。すげえな。行ってやってくれよ。うん。いいぞいいぞ。俺ミンチがどんなに叩かれても気にもなんね、ならねえから。やれやれ。知ったこっちゃねえよ、そんなの。俺何も困んねえから。うん。うん。どうぞどうぞ。うん。複雑な気持ちになりますわ。あ、俺なんないよ。俺ガキ嫌いだから。うん。全然。あ、そうなんだ、ぐらい。おい。それこそ俺自分が女使う商売やってるから、なん偏見はないよ。稼いだらいいんじゃねって。うん。どうせやるなら。そんだけじゃね。何飲んでますか？イーチコの水割り。価値観？価値観っていうか、だから結局さ、バランスじゃん。対価とリスク
のバランスがどこで取るかは自分の価値で決めればいいだけだから。なあ、うなってたぬき掲示板見てんの？見てないよ。俺の掲示板って1000超えてるから、あんなの追っかけてらんねえよ、バカ。ふざけんな。俺はそれより録画が見るのが大変なの。ね。ね、俺はもう定番中の定番で太田和彦の居酒屋探訪記とか、ああいうの録画予約してるから、どん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 溜まってくんだよ。急いで見ねえと。俺、倍速やらないからね。うん。まあまあ、特に夜中ってよ、なんだろう、ろくな番組やってねえじゃん。なんかアニメの何期どうのこうのとか、あんなの頭から見なかったら意味ねえじゃん。なあ、つまんねえなと思って。俺基本アニメ見ねえから、うん。ゴンタいらっしゃい。どうです、孤独のグルメ見てください。いや、それも俺の中ではリストに入ってるよ、録画リストに。うん、俺の一応テレビに差し込んであるハードディスクは1テラだから、相当な時間は録画撮れるからね。 4K で撮っても、うん。ワード入れるとヒットするのがブワーって出るから、うん。プライム？アマゾンの？アマゾンプライムも一応は払ってはいるっちゃいるけど、4K のテレビやばいっすよね。あ、俺んとこの？俺んとこはレグザの55の、あ、50か。50の 4K だ。うん。うん、まあまあ別に、あ、だから今テレビ見ねえ人多いのな。俺ずっとつけっぱだから、うん。